はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の予防大使ウィルバーブリッド高井川の戦いシナリオの浮田直家編第8話になります。ではね、寿命がね短いので、ね、荒れ切っていきましょう。サクサクいかないとね、死んじゃいます。我が覚悟お見せしよう。なんだよ、もう終わりか。でかいね、10人以上いるね。島佐久間さんいるってのが一番でかい、ね、ただ武将人がいる。あ、部長戻したね。減らしたね、減らして戻したね。とりあえずここ入場しておこうか。で、進めておこう。これ勝てそうだよね。どうなんだろう。順元には勝ってるんだけどね、兵数も勝ってるんだけど。で、ちっちゃく戦勝ちっちゃくしてるんで勝てる。は？負けたのか。意味わかんないなぁ。我が領内に敵が迫っております。意味不明な巻き方したね。戦場を勝手で広げてて、こっちを目いっぱい持ってったの。出陣するぞ。これだよね、多分我が領内。あ、ここか。これ撃ってでりゃ間に合うと。じゃあ進めていこう。この城いただくとし、で入場しようかな。もう入場。手を打とう。入場で。じゃあ進めていこう。待機せよ。悪いが負けられぬのでな。今日入場しよう。神山入場で、ここにあれだ、来月準決勝いっぱい立てて、バッサッと長島行こう。長島の周りに聞いてる準拳銃だけちょっと調べたいね。いくつだ ?2800、あ、準拳銃何にもない。おまけに行けばさ、出てきてくれるって言ってるじゃん、ほら。長島に出てくるって言ってるじゃん。美味しいね。じゃあ攻めとこう。勝ち戦だ。勝ち時を上げる。今日も入場しよう。松ヶ島多分もらえるそうだね。あと何日 ?11 日。ここで押さえとこうか、ちょっと、本当に。さえ、勝てる。制殺与奪。すべて勝者の思うがままよ。大丈夫そうだね。うん。ここ取れる。トレードって言ったの早いと思う。止めとこう。2400でこっちは4400でしょ。上腕決戦だ、こんなの。勝てるっす。次なる戦も必ずや勝つ。ままならぬものよ。取られちゃったか。まあ取り返せるでしょう。ここに武将いる。
や戦場着してさ負けたのは痛いよね。いざ参ろうか。手を打とう。いざ参ろうか。ここだっけ、ゼロ。ここじゃない。手を打とう。いざ参ろうか。これ戦争大丈夫。参る。2枚戦だ、2枚戦大丈夫かな。じゃあいいわ、ほっとこう。ここの方が重要だね。ここどう動くかな。これここ56日で長いな。志果たさずして賞は終えられぬな。あんまりモールさんにさ構ってもられないんだよね。落としちゃう。この城いただくとし、行こうか。いざ参ろうか。でこっちにスライドくるんで、こっちに報酬もらう予定だった場所をちゃんともらいましょう。いざ決戦の地へ。これが2700でこっちが7000。あー籠城じゃない、籠城方針両岸計算。これ九州のお城だね。天下を滑るのは勝ち続けるのみよ。ここに入城して、これどっから来てるみたい。桐山御所、ここから来てるみたいか。全部な、どっかからか持ってこようか。いやー兵がいないな。これにくっつけたいね。こんなのちょっと行ってみようか。出陣しよう。一応帰ってったね。どうなの、帽子を何言うんだろうね、これ。4800とかいたらこれ無理なんだけど。ちょっと長島行った方がいい。報告します。先月の終始になります。ご命令を。これすごい気を使ってるもんで、全然あれだね、20分じゃ全然つまないね。撤去、撤去。この辺を撤去できた。で新設で準権上引くところを建てよう。ほっ、ここ、ほっ、3、かしこまりました。あと3個ばっかじゃないでしょ。もっとこっちから引くでしょう。新設準権上引かないか。3個か。でもまあ一応有利って言えば有利なんだよね。うん、じゃあ防衛しよう。一気に防衛しよう。ここね、承知いたしました。武将が、はい、入れてくれないんだよ。承知いたしました。承知いたしました。承知いたしました。はい、この辺をやったらあとこいじゃん。
承知いたしました。よし、じゃあこれ今減らしてる最初ね、ここへアップしてもらえ、勝利を進めて、承知いたしました。取引を行いましょう。黒顔売ってください、お願いします。まあこれで1ヶ月待てば、島3ヶ月、それ3ヶ月、この後は3ヶ月、2ヶ月、そうだね、出来上がってから行けばいいかな。そうすると歩兵もかなり終わってるし、武将も多分手前の方に来てくれるんじゃないのかなと信じてます。来ないかもしれない。進めとこう。勝てるっしょ。皆の者、大義であった。舞、出陣するぞ。いやー、まさかさ、あれだとは思わなかった。取られちゃうとは思わなかったよ。出陣します。いや、8000だったらあれか、こっち行かないで、こっち持ってった方がいいね。解散しよう。30いらない、30いらない、20いらない、20いらない、この舞台の方がいいでしょ。天気よ。ただ、舞台プロがあろうか。5部隊で9000持っとこう。出陣します。じゃあこんなとこかな。標高31日おいしい。あ、2400しか桐山御所いないんだ。おお、これは美味しいじゃん。御所も取れるね。取れないと思ったの、取れるね。はっ、我に続け。この部あれだね、ここら辺のところちょっとなんか、ここら辺準拳場立てて割った行った方が良さそうで、こっちの上の方を攻めれないってなりたいね。武田の領土なんか狙ってるのか。まあ進めていこう。悪いが負けられぬのでな。お、取れた取れた。ゼロだったからね。取れちゃったね。2000で来ても倒せる。入場しよう。こんな敵のど真ん中にね、お城取れてもね、相手からしたら怖いだろうね。なんかで準拳場立てられて、外から攻めてこられた。標高61日でいい。報告いたします。先月の収支です。これより表情を行う。じゃあ一回分子対面で49、44、45、
これにて表情を終える。脳皮症用回これ取ろう。トークン使いたい武将が2人。かたじけない。はっ、こいつはどこも取ってないのかな。ここら辺取ったと思うんだけどね。今普通に歩兵してるから先月だったんだろうね。闇取引しよう。浅はかなり。じゃあ、取引を行いましょう。売ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。で、歩兵も結構終わったね。で、準検所の方はどう？出来上がってる？3個出来上がってるね。じゃあ、長島でターゲットしてもらおうか。29だな。どのぐらいかな。6000はもっと持ってった方がいいな。いざ参ろうか。で、継続あったんだね、開発。かしこまりました。この育てはもう無双だね、ここでね。まあ、長島はとりあえず天も人もターゲットになってます。俺に背くことは許さぬ。なんということか。おい、小山いいよ。天も人も俺に背くことは許さぬ。我が志、必ず役立つ。長久秀、お前どこに行くんだよ。お前もう遠くの方に行っちゃったじゃん。これは自動戦だけど、方位37。御所には援軍来なさそうだね。問題なさそうだね。我らの勝ちだ。勝ちどきを上げろ。かたじけない。参る。もう兵出してこないのか。おかしいぞ。まあ、B はその硬いんで、とりあえず C 狙った。出陣するぞ。ちょっと待って、小田がなんか、小田じゃない、島田なんか来たぞ。あ、でもここにあれだ、大友さんが、盾になってくれるでしょう。同盟は結んでないのか、お友さん。お前が島津と同盟結んでれば楽だったもん。
やつを決めていきます。この城もらい受ける。なんか武将も兵もだいぶ慣れてきたね。手を打ちましょう。出陣する。問題なさそうだね。良さそうだね。今日集めてきてくれた。いいね。美味しい美味しい美味しい。こんな美味しいところ。手を打とう。わかりますね。誇りにかけて負けはせぬ。悪いが負けられぬのでな。ちゃったら。火を据えるとかこの辺栄養行けるね。多分11日こっちは8日。大垣行って岐阜行ってそんな感じかな。出陣しよう。まだ死にとうない。報告いたします。先月の収支です。あ、二人来たね。あ、一人か。いいね。かたじけない。じゃあ、募集しましょうか。承知いたしました。特に護衛も問題なさそうだ。かしこまりました。取引を行いましょう。買えなかったか。はい、ということでね、第8話はね、この辺でね、終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。